20年前、毎日がキラキラしていたあの頃の思い出。ゲームボーイアドバンス。どんな出会いが僕たちを待っているんだろう。アドバンスの起動画面こんなんだったっけ。懐かしい。わあ、ルビサワってこういう感じの始まりなんだ。僕ルビサワ完全初見なんですよ。この頃、パワポケとかロックマンエグゼにハマってて、ルビサファ通らなかったんですよね。で、ダイパ行っちゃったんで。わぁ、はるかちゃん、はるかちゃんは知ってる。アニメでめっちゃ見た。めっちゃ見た。ここら辺、キャラクターとかちょっと知ってる部分はあるんですけど、ゲーム自体は全く知らないんで、すごい楽しみ。ラティオスかっこいいよね。ラティオスとラティアスの映画はめちゃくちゃ見た。ルビーってラティオスなの？俺ラティアス派なんだけど、どっちかっていうと可愛さ的に。え、マジか。サメ肌とか、あ、その辺がこれ、ルビサファなんだ。で、ダブルバトルが始まったのもこのルビサファからですよね、確か。結構このアドバンスにハードが変わって、やれることが増えたんで、いろんな要素追加、性格とかもね、追加されたのがこの作品と聞いてます、僕は。やったことないんで、めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということでどうもゆきです。今回からこちら、ポケットモンスター、ルビーバージョンを、ゲンガー一匹縛りで実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、先ほどもお伝えした通り完全初見です。今まで赤、緑、金、銀の実況もゲンガー一匹縛りで、前回とかはね、レッドさんをゲンガー一匹でぶっ倒したりとかしたんですけど、今回はこのルビーをやっていきたいと思います。で、目標的なところがまだ正直ルビーやったことないんですよね。なんでわかんないんで、まあ、行けるところまで行ってやろうかなっていうつもりでやっていこうと思うんですけど、皆さんよかったらコメント欄で、このルビサファ実況でどこまで行ったらいいかとか、皆さんのルビサファの思い出とかあったらぜひ書いておいてください。ちょっと参考にしながら実況していきたいと思います。では始めましょう。最初、設定はいじっておく？早いにしておいて、これ勝ち抜きですね。入れ替える相手がいないんで。モノラル、ステレオにしとこうか。まあ、これでいいでしょう。OK、じゃあ最初から始めます。博士誰なんだ、ルビサファって。マジで知らないのよ、ルビサファ。あれだ、短パン小僧じゃん。短パン小僧、大人になった姿ってこと？ 20 年後の姿？いやー、お待たせお待たせ。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前は、小田巻。小田巻博士って言うんだ。すぐ、カーネル・サンダースみたいなヒゲしてんな、お前。でも、みんなからは、ポケモン博士と呼ばれているよ。慕われておるって言わないあたり、ちょっと謙虚だな。ポケットモンスター、すなわちポケモン。すなわちポケモン。縮めてポケモンじゃないんだ。この世界にはポケモンと呼ばれる生き物たちが至るところに住んでいる。金銀もさ、マリルだったよね。一番最初の入り。何、優遇されてんの？このシリーズ。我々人間はポケモンと仲良く遊んだり、助け合って仕事をしたり、時には力を合わせて戦ったりしながら一緒に暮らしているんだ。しかし、我々はポケモンの全てを知っているわけではない。ポケモンの秘密はまだまだいっぱいある。その秘密を解き明かすため、私は研究を続けている。なんで大木戸じゃなくなっちゃったんだろう、最初。大木戸が良かったな。というわけなんだ。ところで、君は？あ、そっか。なんかクリスタルから男の子、女の子を確か選べるようになったんだよね。だから、このルビサファも選べますよっていう感じなんですけど、これさ、圧倒的にビジュアル女の子がいいんだよね。なんだこのスパッツは。なんだその足は。良すぎだろ。ただ僕は男なんで、男の子でいきます。リクヤ、ヒロアキ、ヒトシ、ケイ。ヒトシとケイ合わせるとケイシになります。こんなこと言ってないで、はい。名前は僕ね、実況者名、ユウキという名前でやらせていただいてます。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価押しておいてください。これ全作品実況するんでね、このポケモンシリーズをゲンガー一匹縛りで全作品実況するんで、もうゲンガー好きな方とか、昔のポケモン見たい方とか、ぜひ登録しておいてください。僕、一番最初の動画で同世代の視聴者欲しいって言ったんですけど、このポケモンゲンガー一匹縛りシリーズの視聴者層が、99.8% 男性で、まあ、80% ぐらい30代前後でした。なんで同世代の方とかいたらぜひいっぱい遊びに来てください。じゃあ行きましょう。同世代じゃなくても遊び来てほしいけど、なんかね、ポケモン実況者1男性が多いチャンネルかもしれない、ここ。ゆうきくんだね。そうです。そうか。君が今度私の住む町、ミシロタウンに引っ越してくるゆうきくんだったのか。なんでそんな情報筒抜けになってんの？なんでそんな情報抜けてんの？引っ越してくる前のやつとか知らんやろ、普通。よし、準備はいいかい？これから君だけの物語が始まろうとしている。夢と冒険と出会いに満ちたポケットモンスターの世界へ。勇気を持って飛び込んでみてくれ。急に親父ギャグ言い出したこいつ。ではまた後で会おう。研究所で待っているぞ。
研究所どこだよ、知らねえんだよな。もうちょい情報くれ。おい、すごい、最初自分の家の部屋から始まらない。え、動けんのこれ。あ、動けなかった。これどこ、なんか監禁されてねこいつ。あ、監禁解けた。箱にはポケモンの絵が書いてある。ポケモンマークの引っ越し屋さんだ。絶対ゴーリキー使われてる。絶対ゴーリキー無賃金で使われてるよ。かわいそう。無賃金すごいのーってなっちゃうから。お賃金上げて。おー、めちゃくちゃグラフィック進化してるんだけど。え、やば、金銀からの進化半端ないな。ハード1個変わるだけでこんなに変わる？え、スイッチから新世代のハードになったらどこまで進化しちゃうんだろうね、ポケモンって。ユキ、お疲れ様。長い間トラックに揺られて大変だったでしょ？ここが三城タウンよ。いや、綺麗すぎだろ。どう？私たちの新しいお家。てか、ママ、なんでその胸でかいの？なんでその胸強調されてるグラフィックになってるの？でかすぎだろ。ちょっと古風な感じで住みやすそうなところでしょ？確かに瓦屋根だね。今度は勇気のお部屋もあるのよ。さあ、中に入りましょう。ここが我が家か。わー、やっぱり予想通りゴーリキーめちゃくちゃ使われてる。かわいそすぎないか？友達がいないゴーリキーとかがカイリキーに進化できないから引っ越し屋に就職せざるを得ないみたいな世界だったりしたら闇深すぎでしょ。ほらユキ、お家の中も素敵でしょ。お家の片付けは引っ越し屋さんのポケモンが手伝ってくれるから楽ちんね。人間全然働いてねえじゃん。そしたらユキも2階にある自分のお部屋に行ってごらん。パパが引っ越しのお祝いに買ってくれた時計があるから時間を合わせておきなさいよ。あ、パパいるんだ今回は。わー、でもグラフィックめちゃくちゃ進化してる。こないだまでっていうか昨日まで金銀やってたからさ、なんかもう差が激しい。こいつ何してんの？お前うろついてるだけだろそれ。仕事してないだろ。お前は何してんだ？お前はテレビの設定困ってるのか？つかないからってお前上んとこバンバンってパンチしたら壊れそうだからやめといてくれよ。あ、綺麗だなぁ。あー、ゲームキューブがある。え、ゲームキューブコントローラーの代わりにアドバンス繋いでる。うちと一緒じゃん。俺んちと一緒じゃん。これ何、コダックのポスター？ゆうきは本園長の、あ、全然違った、タウンマップだった。あ、これがタウンマップなんだ。ちょっと待って、三城タウンとかこと東華シティ、広くね、室タウン、ここ島国か、グレンタウンみたいなもんか。稲城タウン、あ、島国が2つもあんのこれ。え、2つじゃねえの。西遊シティ、徳佐根シティ、ルネシティ。島多くね、島多くね。方園地方ってどこなんだ、九州とかその辺なのかな。ひわまきシティ、なんかひまわりみたいな名前ですね。あ、でも割とこれ島が多いのか、町多いな。タウンとシティで規模が違うみたいな、そういうところがあるのかな。タウンがちっちゃめでシティが大きめで、ちょっと待って、シティは 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 いや、シティ9個あるからわかんねえな。シティ8個だったらここにジムリーダーいんのかなと思ったけど、そうでもないのか。わからんわからん、すげえ楽しみ、マジで楽しみなんだけど。うわー、初見のゲームやっぱいいね。メールボックス、メール、まあ、友達いないから多分来ないでしょう。ママは好きそうな番組をやってる。先を急がなきゃ。いや、急ぐことねえよ。今ママに部屋時間を合わせておかなきゃ。今実況してるのが僕11時2分ですね、午前の。まあ仕事もしないで何やってんだって話なんですけど、ゲーム実況者っていうお仕事なんで、まあいいでしょう。この時間でよろしいですか？ OK です。あ、ママ来た。ベッド調べてない。ゆうき、どう？新しい部屋は。うん、綺麗に片付いてるわね。下ももう片付いたわ。でもまあ常識的な家具の配置はしてるね。レッドさんマジで意味わかんない配置してたからね、あいつ。ポケモンがいると本当に楽ね。そうだ、机の上のものを大丈夫か見ておいてね。おー、見たけどね。もうベッドぐらいではまだ見てないの。人心バイバイ。寝るな寝るな、いきなり冒険に出かけろ。ママー。あ、ゆきゆき、はい、こっちにいらっしゃい。東華のジムが映ってるわ。パパが出るかもよ。パパが出る？パパはジムリーダーなの？以上、東華ジムの前からでした。あらら、終わっちゃった。パパが出てたみたいだったのに残念ね。ちょっと待って、パパは何者なの？あ、そうそう、この町には小田牧博士っていうパパのお友達がいるの。友達なの？博士の家はお隣だからきちんと挨拶してくるといいわ。でもパパがなんかちゃんといるポケモン作品って今回が初めてなのかな。お前絶対科学の力ってすげえおじさんだろ。あ、え、言わないの？パソコン使えば道具やポケモンが保存できるんだ。科学の力ってしびれる。ちょっとアレンジ加えてくんじゃねえよ。しかも先に言えよ。
ずっと研究室にこもって調べ物をしてるかと思えば突然野山に飛び出していく。小田牧博士って一体いつ家に帰ってるんだろう。家庭を顧みない社員ですよ。ダメですよ、ちゃんと家庭も大事にしてください。小田牧ポケモン研究所、お邪魔しますよ。あなたが小田牧博士ですか。あなたですか。え、小田牧博士、博士ならフィールドワークに出かけていていませんよ。いないの。あ、フィールドワークっていうのは実際に野山へ出かけていって研究をすることですね。博士は机の上で研究をするよりも実際に外へ飛び出して体験するタイプの人なんです。まあ、そこ聞くとアクティブでいいんだけど、いねえな。マジでいねえな。小田牧、わざわざこの未来のチャンピオン様が来てやったのにいないとはどういうことだ。この街の説明は、どんな色にも染まらない街。なんか素敵やん。いい街やん。このお隣ん家は誰なのこれ。あ、これ小田牧博士ん家なの。これいないの博士。え、やべ。急に入ってきて何みたいな。どなたかしら。すごい反応が常識的。それ急に人入ってきたらそうなるわな。そうか、あなたがお隣に引っ越してきたゆうきくんね。うちにもあなたと同じ年頃の娘がいるのよ。小田牧博士の娘さんがはるかなの。新しいお友達ができるなんてとても楽しみにしてたのよ。いや、まあお友達どころかね、そのまま付き合っちゃって、もう行くとこまで行っちゃいますよ。お母様、2階の部屋にいると思うわ。すごい、年頃の娘の部屋に初めて急に家の中に入ってきた不審な男を通すっていう。ママもうちょっとさ、あ、ゲームキューブ、何アドバンスつなぐの流行ってんのかな。ゲームキューブこれ持って帰っちゃダメかな。気づかないんじゃね。ポケモンは体力満タン、道具もこれでよしと。お前もうポケモン持ってんの、ずるくね。え、あなた誰なの。そりゃそう、そりゃそう、年頃の娘の部屋に知らない男が勝手に入ってきたらそりゃそう。ママ一言声かけてあげて。先に、あなたがゆうきくん、そうか、今日引っ越しだったんだ。あ、あたしはるか、よろしくね。はるかはもう名前つけなくてもデフォルトで入ってるんだ。ライバルがはるかになるわけ今回。私、世界中のポケモンと友達になるのが夢なの。いい夢。ゴーリキーと友達になってあげて、引っ越し屋にいた。かわいそうだからあいつら。 でね、お父さん、小田牧博士からゆうきくんのお話聞いて、私、ゆうきくんとも友達になれたらな。何、ポケモン扱いなの。ポケモン扱いなのなんて思ってたの。あ、私たらゆうきくんと初めてお話してるのに何言ってるんだろう。え、うわぁ、かわいい。うわぁ、かわいい。いや、なんか、この、手はやられるね。これさ、小学生の頃にルビサファ遊んだ人さ、この手へへで落ちたやつ多いんじゃね。この手へへではるかちゃん大好きマンになった人多いんじゃないの。うわ、これは破壊力高いっすわ。あ、いけない、私お父さんのお手伝いで野生のポケモン捕まえに行くところだったんだ。ゆきくん、また後でね。いや、かわいいな。海竜の破壊光線ぐらいの威力あるよこれ。いや、これははるかちゃんね、いろんな小学生落としてるよ。当時小学生だった今30代前後の男たちを。おめえなんだ、おめえ誰だ、おめえこの先で叫び声が聞こえるよ。あらまダメじゃん。どうしよう、どうしたらいいかな。誰か助けに行かなきゃ。兄ちゃんに任せとけ。助けてくれーい。あ、ちょっと待って、これさ、カバンだけパクれるよこれ、この状況なら。おい、そこの君、助けてこれ。そこにあるカバンにモンスターボールが入っている。めっちゃ襲われてんな。どこへ行くんだ、私を見捨てないでおくれ。わーい。ダメだ、しょうがねえな、助けてやるよな、ワンちゃん。いや、どこ行くんだって、これ近づこうとしてんのになんで怒られてんの。すごい、ちょっとなんか立体的になってる。ひよこポケモン、あちゃん、なんかアチャモが一番結局強いのかな、第三世代って。森トカゲポケモン、キモリ。森トカゲポケモンっていうの。何、キモリ分類森トカゲポケモンっていうの。ヒヨコポケモンはわかるよ。森トカゲポケモンって何これは。ヌマウオポケモン。何、ヌマウオポケモンって。ムツゴロウ。あ、水ゴロウだから若干ムツゴロウ入ってるのか。うわー、どれにしよう。ちょっと待って、みんなこれ御三家どれ選んだ。でもさ、なんかアチャモは、はるかちゃんのイメージあるんだよ。アニメのせいで。アニメのせいですっていうか、アニメのおかげでというか。って考えたら、俺、キモリにしておいて、はるかちゃんにアチャモ持っといてほしいかもしれない。なんか弱点のやつ持ってくれるよね、この頃ってまだ。そうしたら、キモリにしようかな。え、アチャモ可愛いね、やっぱり。
水ごろも可愛いな。でもなんかそうね、はるかちゃんにあちゃも持ってほしいから俺キモリにするわ。これにしよう。え、ニックネームつけれないの？ちょ、まあ、ニックネームつけたいんだけど、てかポチエナも可愛いんだけど、ポチエナ可愛いんだけど、俺犬派だからさ、超可愛いんだけど。ゆけキモリ、いやニックネームつけさせてくれよ。俺つけれないのかな、だったらちょっと悲しいんだけど。はい、はたいていく。大丈夫大丈夫、2発目、あと一発で抜けるっしょ。落ちえなしねえ。オッケー。はい、オッケー、勝ち。野生のポケモンを調査しようと草むらに入ったら突然ポケモンに襲われて、とにかく助かってありがとう。自分でボール投げりゃよかったんじゃねえの。おや、君はゆうきくんじゃないか。だ、なんでそんな顔バレしてんの俺。なんでそんな知られてんの。こんなところではなんだから、ちょっと研究所まで来ておくれ。何、髪型がなんか伊集院演算みたいな目立ってんのかな。孫の殻みたいな髪型してるから。さて、ゆうきくん、君のことはお父さんからいつも聞かされていたよ。君はまだ自分のポケモンを持ったことがないんだって。それにしてはさっきの戦いぶり、なかなか見事だったよ。まあね、やっぱり君にはお父さんの血が流れているんだな。違う、お父さん何者なんだよ。だからマジで何も知らねえんだよ。何なのお父さん。そうそう、助けてくれたお礼にさっきのポケモンは私から君へのプレゼントにしよう。おーざーす、おーざーす。名前はつけらんないのかな。せっかくだからキモリにニックネームをつけてみたらどうだい。あー、これつける。何にしよう、キモリのニックネーム。じゃあ僕の好きな東京グールっていう作品のウリエキクキ君っていうこと、目線、目というかなんか目の感じが似てるんで、ちょっとウリエ君からウリボーっていう名前を取りたいと思います。これでいきましょう。ウリボーよろしくな。まああんまり使わないけど、これからさらに経験を積んでいけばいいトレーナーになれそうだ。ちょうどうちのはるかが103番道路でポケモンの調査をしてるから会いに行ったらどうだろう。いいや、そんなこと言わずに会いに行ったらどうだろう。いいや、そんなこと言わずに会いに行ったらいいや。しつこい。そうか、それははるかも喜ぶぞ。トレーナーがどんなものか教えてもらうぞ。いいぞ。しょうがねえな、言ってやるよお父様。はるかちゃんが103番道路っつった。おお、少年、さっきはありがとうな。お兄ちゃんのおかげで博士助かってよかったよ。まあな、依頼料は100億万円でいいぞ。100、あれこれ101番道路じゃん。はるかちゃんはどこかな。野生のポケモンってここ何が出てくんの。あー、ジグザグマとかも出てくんのか。あれ、はるかちゃんいないんだけど。え、ちょっと待って、なんか街来ちゃったんだけど。俺、フレンドショップの店員、キミキミちょっとついてきて。おわー、客引きすげえ。ここがフレンドリーショップ、青い屋根が目印なのさ。ポケモン捕まえるボールとかいろんなグッズ売ってるよ。君にはサービスとしてこれをあげよう。おー、ありがとうございます。いきなりサービス。あなたでも前髪交代してますね。どんな時でも使える傷薬は場合によってはポケモンセンターより頼りになるからね。すごい売り込んでくる、ポケモンセンターディスしながら。ここはコトキタウン、何かがかすかに始まるところ。なんかこのさ、街の説明の下のところいいよね。おしゃんだよね。あ、103番道路ここか。ここにはるかちゃんいんのか。あ、はるかちゃんいた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 。よう、彼女何してんの。103番道路にいるポケモンはあれとあれね。ポケモンあれって言うな。あら、ゆうきくん、そうか、お父さんからポケモンをプレゼントしてもらったのね。せっかくだからちょっとポケモン勝負しようよ。ちょっと回復してないんだけど。トレーナーってどんなものか私が教えてあげるから。ちょっと回復してないんだが、ねえ、弱ってるところを狙ってきた悪女じゃん。よろしくな、はるかちゃん。いや、いけんのかな。まあでも売り棒やるっきゃねえよ。吸い取ってみる。タイプ相性的に多分良くないよな、吸い取っても。まあ微妙だよな。まあそりゃそうだわな。あんま吸い取れてないし。引っかかないで。やばい、黄色になった。とりあえずはたいていく。あー、微妙。ちょっと待って、給食食らったらやばい。そんな時は、そんな時はね、さっき店員からもらった傷薬を早速使うんですよ。ポケモンセンターより頼りになるね、さすが。まあポケセンまだ一回も行ってないけど、これ。これだったら勝てる。これなら勝てる。はるかちゃんびっくりでしょ。うわ、こいつ急に傷薬使ってきたんだけどってなってるよ、多分。オッケー、勝ち。あ、あ、あ、はるかちゃん。これが大人の男性、30歳の実力だよ。わかるかい、はるかちゃん。うわ、すごいすごい。ゆうきくん強いじゃない。うわ、なんかこんな素直に褒めてくるとちょっと心が痛む。ごめんな、傷薬使って。素直に悪かったと思ってる。ごめんな。私、お父さんがあなたのことを注目するのもわかるような気がする。ほんと？なんか大人げないだけな感じしなかった？
だ、大丈夫、はるかちゃん嫌いになってない？大丈夫かな。だってもらってすぐのポケモンがもうあなたになっついているもの、本当かな。あなたならどんなポケモンとでも仲良くなれるかも。じゃあ研究所に帰ろっか。おーおお、ジャンプしていく。何、一緒に連れてってくんないの。回復しときました、ちゃんと。もう傷薬使わなくていいように。ゆきくん、こっちこっち、早く帰ろうよ。ちょっと待っててくれるのは優しいんだけど、だったら一緒に帰ろうよって思わん。あ、でも帰りは楽だな。帰りはぴょんぴょこ飛べば草むらはなかったんだけど、ちょっと行きがめんどくさかったっすね。で、ここが研究所と。お父様、はるかちゃんと仲良くなってきました。今後、お付き合いさせていただきます。の、ゆうきくん。初めてではるかに勝つだなんてすごいじゃないか。で、負けたらどうなってたんだろう。はるかはかなり前から私の研究を手伝っていて、トレーナー歴は結構長いんだよ。うん。ゆうきくんにも研究のために取り寄せた、このポケモン図鑑をあげよう。おーざっす。高くないの？いくらぐらいなんだろう、ポケモン図鑑って。自動的に記録していってくれるハイテクな道具なんだ。ハイテクっすね、パパ。はるかもその図鑑を持っていて、あちこちに遊びに行くんだな。で、珍しいポケモンを捕まえて図鑑に記録できるとだね。フィールドワークをしている私を探し出しては見せてくれるんだよ。何？個人情報筒抜けってこと？ゆうきくんもポケモン図鑑もらったんだね。よかったね、私と一緒だよ。じゃあ私はこれをあげる。めっちゃみんな物くれんじゃん。ポケモンがたくさんいると楽しいよ。私、いろんなポケモン探したいからいろんなところを探すわ。そして可愛いポケモンがいたらモンスターボールで捕まえちゃう。なんかそう聞くとちょっと悪いやつみたいな感じするけど。君の行く手にはたくさんのポケモンが待ってるよ。あー、早くフィールドワークに行きたくなってきたぞ。今度はどこまでポケモンを探しに行こうかな。あ、これでもう冒険に出られるのかな。まあ、一言ママンにだけ声かけてからじゃあ出発し、ママン待ち構えてる。あんたそんなことしてないで勉強しなさいってなんのかな。待って、ユキ。ママン、ママンいい女やん。ゆきゆき、小田牧博士に挨拶した？あら、かわいいポケモン、小田牧博士にいただいたのね。やっぱりパパの子供なのね。ポケモンと一緒にいるのが様になってるわよ。ほら、冒険に出るならランニングシューズを履くといいわ。何これ。いろんなところ走れるようになるわよ。ありがとうママ。何？瞬足？ゆき、これが説明書よ。ランニングシューズは B ボタンを押すことで今までよりも速く走れるようになります。B ダッシュか。ランニングシューズを履いて思いっきり外を走ろう。あなたが自分のポケモンを持つようになっただなんて、パパが知ったら大喜びするわよ。でも、無理はしないでね。何かあれば帰ってくればいいから。じゃあ頑張ってね。帰る場所なんですよ、ママンの胸の中が。オッケー、では今回ここまでにして、次回から冒険の旅に出かけていきましょう。でね、ゲンガー一匹縛りって言ってるんですけど、この作品ゲンガー出てきません、ルビサファ。はい、びっくりしました、私調べて。ただちょっといろんな方法を考えて、なんとかこの初期段階でゴースを持ってくるっていう方法が1個見つかりましたので、次回はそれを説明しながら実際に冒険に出かけたいと思います。でもマジルビサファ実況初見だからさ、すげえ楽しみなんだよ。みんなルビサファの楽しみ方とか、なんか楽しかった思い出とか、いろいろ動画中に聞いちゃうと思うけど、ぜひ皆さん優しくコメントで教えてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。